この配信は皮膚の難病道化師用魚鱗癬と戦う濱口岳くんを取材したものです。この日は家族3人で外食、回転寿司です。ただお寿司が大好きで、何食べたいって聞いたらとりあえずお寿司って言ってます。いつも三個頼んでたの。三個頼んだ。頼み方もバッチリです。剥がれ落ちる皮膚に栄養を取られてしまうため、岳くんは成人男性以上に食べる必要があります。目の前にはお皿がたくさん並びます。どれから食べる？どれから食べる？やっぱりエビだよね。それ全部岳くん？これ全部岳くんのです。あっという間になくなります。食べた後は、ね、いつもそこまで快快に痒みにつながらないので、なんかいっぱい食べても安心やね。岳くんの場合、脂っこいものや甘いものを食べた後、激しい痒みに襲われます。何にしますか？時々店員さんの方も岳くんって声かけてくださることがあって、ね、ありがたいです。岳くん、大好きなお寿司を黙々と食べ続けます。ちゃんとこう、顔をこっち持ってたらかんやな。できやんって言う。できやんって言う。フォークを顔の方に持って。できへんって言うとるやん。できへんじゃなくてやらなあかんの。できへんのに。こうやって食べるっていう意味やな。頑張ってこうやって作って食べるの。食べしたらやる。一生食べれる。一生食べれる。じゃあ、あかん。食べたらあかん。楽しく食べさせて。この唐揚げも岳くんのものです。唐揚げナゲット。はい、3歳、4歳、まあ、5歳とかな、揚げ物とかは若干気にしてたじゃないですか。岳くん食べるものをして。そうですね。最近はどういう、最近もなるべく食べない方が体にはいいんですけど、せっかく食べに来てる時は楽しく考えずに本人も食べたいっていうので、その代わり帰ってから家のケアをしっかりします。岳くんの前には次々とお皿が積まれていきます。数えてみて。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12。唐揚げは少しだけ両親が食べましたが、ほとんど一人で12皿を食べきりました。食べ終わった後はお皿を片付けて、景品が当たる抽選ゲームに挑戦です。しかし、もうさっきから何、さっきから何、残念、さっきから何、怒るな怒るな。いっぱい食べている分、抽選のチャンスもたくさんあります。あ、やったー、やった。行った、初めて行った。金魚すくいで初めて行った。うん、初めて行った。あ、水いな。ほら、消しゴムって。人気アニメの消しゴムが当たりました。ちょっと入れてみて。
喜ぶガクくんはさらに。みんなでこれ食べようかなと思って。みんなで食べるの？デザートにケーキを注文。13皿目です。ミルキーケーキ、いただきます。一人でペロリと平らげました。食べられんの？さらにデザートをもう一つ。ガクくん14皿目になります。うまい。今日の夜はかきますね。これまでにも甘いものを食べた後には、これは夜かゆいぞ。クリスマスの日、ケーキを食べた後、シュシュしたほうが、頭から血が出るほど書いたこともありました。ご飯食べに来たら好きなの食べたいし、ほんまにさ、それで食べてアナフィラキシーになっちゃうとかだと、やっぱりもっと注意しなくちゃいけないのかもしれないんですけど、かゆみになるっていう部分だと、なんとかケアとかでいけるかなっていうので、この後学校とかだったら大変ですけども、あとは家で過ごすだけなので。うまいけど無理、さすがに。あと3口ぐらいや、トートにあげたらね。食べる？食べれへんの？食べれへん。なんで頼んだ？食べれへんの？もう無理。あかんやん。食べきらな。もう半分食べた。全部食べやなあかんやん。え？半分どころじゃないけど。全部食べやなあかんやん。だから半分食べたから食べて。半分じゃあかんわ。全部食べやなあかんやん。だからできてるって。もう無理か、自分は食べれば。最後は父、陽平さんに手伝ってもらいましたが、たくさん食べました。いや、これ、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ちなみに陽平さんは18皿でした。